突然の腹痛。誰もが経験したことがありますよね。今回は、イッチが会社で漏らしてしまった時のエピソードをご紹介します。しかもその漏らしたタイミングは、打ち合わせでみんなが集まっていた時だったとのこと。果たして、イッチはその場をうまく切り抜けることができたのでしょうか。会社でうんこ漏らした。これはもう本気で人生終わった。妖怪うんこ漏らし。漏らしてよかったんじゃないか？だって人生終わってることに気づけたんだから。朝お腹の調子悪いのにトイレ行く時間なかったのが敗因。勝因だな。状況を詳しく。週一でやってる打ち合わせ中、すかしっぺしようとしたら水っぽい音が鳴り響いた。神様だって名乗ればいいよ。お前は会社でうまるこしたんだ。これはもう、お前は無敵ということだ。あとはわかるな。その後の反応詳しく。あとお食事中の方さあせんした。悪いが俺のあだ名はうんこマン。中学になって半年に一回は漏らしてたらこんなあだ名ついたぞ。反応、ブチュキチャキチュ。お前みたいにかっこいいやつ、初めて見た。会社、辞めた方がいいよ。っていうかこっちはうんこマンじゃなくて、うんこウーマンなんだよ。ウーマンかよ。これは事件の匂いがするぜ。うんこウーマン。スカートじゃなくてジーパン履いてたのだけが心の支え。ウーマンつぼった。ケツにうんこの染みついてるぞきっと。その場はみんなスルーだったんだぜ。自分もバレてないセフセフと思ったんだよ。セフセフなわけねえだろ。知らないふりを続けるイッチ。打ち合わせ終了後、イッチはどうしたのでしょうか。一瞬課長が吹き出したけどみんなスルー。その後30分ほど続いた打ち合わせをなんとか乗り切ったんだよ。ここで凡人ならすぐトイレ駆け込むだろ。けど我慢してやった。すぐトイレ行くとさっきの音の犯人にされそうだからな。バロー、特定されてるに決まってるだろ。お前、女かもしれないけど男だな。あれだ。おにゃにょこなら生理ですって。記載現る。生理って音するの？するわけねえだろ。30分ほど我慢したらお昼休みだったんだよ。で、15分前に弁当注文するわけ。いつもカレーばっかり食べてるグループがみんな幕の内、同僚に理由聞かれてなんとなくとか答えてた。うんこ漏らしたのバレてたのかと思ったわ。驚かせやがって。どんだけポジティブなんだよ。バレてるから。俺のとこに嫁に来い。なんだ、バレてないじゃん。心配しなくても明日から新しいあだ名ついてるよ。そこで一気がカレー食べれば解決。とりあえず OK ウェーブで質問しようぜ。会社でうんこ漏らしてしまったのですが、どうしたらいいでしょう的に。そういや高校の頃、うんこ漏らして早退したやつがいたな。お昼休みまで乗り切って即トイレ直行した。ひょっとしたら気のせいかなって思ってたんだけどやっぱり漏れてた。パンツはおぶつ入れにアザース。音出てるのに気のせいはないだろ。真っ昼間からノーパンで仕事かよ。どれくらい出しちゃったんだ。量と水っぽさによってはパンツから染み出てジーパンもやばいだろ。これが本当のクソスレってやつだな。トイレ出たら課長が出現。言うにこと書いてこんなこと言いやがった。どんまいける。不覚にも爆笑。いきなり何言ってるんですか課長、面白いとか言ってやった。課長のセンスに脱帽、いい上司だな。いい課長すぎて泣けた。で、課長はパンツをお持ち帰りっと。課長素敵すぎる。こそこそうんこウーマンって言われるよりいいじゃないか、課長ナイスだ。これがきっかけで、課長と結婚決定。いい上司。我慢したうんこの臭さは異常だよな。俺もこんな会社就職して。課長もそれ以上追求してこなかった。自信薄かったんだろうな。今頃恥ずかしい勘違いしたと思って顔真っ赤だろ。そして自分は責任機関、持ち弁当なんだけどおかずハンバーグ、合う、セフセフ。いつものメンバーで何事もなかったように楽しいランチタイム。メンバー全員打ち合わせに出てたけど誰も気づいてなかったらしいな。こいつバカす。ポジティブ。ねえよ、バレてる。テラポジティブ、かっけえ。絶対バレてるだろ、完璧に合う。ランチ終わって席戻ったらデスクの上にセイロガンの瓶置かれてた。何このぬくもりて。ざまあ。プルルルル。置いたのは課長だろ。その会社いいな。なんとありがたい。これは鉄板だな。なんかもういろんな意味で一気に勝てる気がしない。知り合いと、お互いのうんこ漏らした話すると距離が縮む気がするよね。俺ならもっと別の方法選ぶわ。何その踏み絵。まあそんな感じでギリギリバレてない雰囲気のイベントがいくつかあった。お昼過ぎて外回り行ってた20歳の座高が帰ってきたんだけどこの若造がまた空気読めない。帰ってくるなり。なんか臭くないっすか。もう全員失笑。自分も逆にクス。課長だけ爆笑。その男、いい仕事するなぁ。座高空気読め。お前、本当は今泣いてるんだろ。クス、他人事かよ。それ以上喋るな、もういいんだ。そんなに自虐的にならなくてもういいんだ。でも、ネタとして面白いからもっとやってほしいよ。もうどこから笑えばいいのやら。そんなこんなで今辞表書いてるんだけどこれどう書けばいいの。
明日からもう行かないと思うんだけど郵送でいいよね。ちょ、なんと、やめんなよ、いい課長なんだから。やめるなよ。ダメだ、228でとうとう増えた。待て、辞表はいかん。気持ちはわかるが、やめるな。課長に相談してとりあえず明日は休め。課長、話は買ってくれそうだし。後悔するぞ。考え直せ、その課長の下なら明るくやっていけるはず。早まるな、そんな課長のいる会社はそうそうないぞ。今辞めたら、うんこ漏らしたって認めることになるぞ。気にせず仕事続けるんだ。辞表の中にうんこ入れて、伝言、みんなで召し上がってください。私は樹海へ行きます。私仕事辞めたら結婚するんだ。だから明日は休んでいいから辞めんなよ。うんこ飛ぶ期待者か、おめ、それ死亡フラグ。いつか一回は駅のトイレに必死脱出してる俺だが、異常かな。便所に移動だな。その課長と結婚なら衝撃なんだが、いい家庭になる気がする。結婚のきっかけ答えにくいわ。まさに臭い仲だな。腹筋痛いよ。次郎、この度一身上の都合により、記者を退職させていただくことになりました。業務の引き継ぎにつきましては〇〇さんに私の担当していた業務内容と手順書の方を渡してあるのでよろしくお願いします。急なことになり挨拶にも行けず、申し訳ありませんでした。平成19年4月11日うんこ。辞表とか初めてなんだけどこんな感じで大丈夫かな？ちょ、斬新。いたずらと誤解されて捨てられるわ。名前？本気かよ、とりあえず課長にメールだ。諦めるな。ちょ、これからその会社ではうんこ漏らすことを一身上の都合って言うんだろうな。そして伝説へ。うんこ漏らしたんだから水に流してもらえよ。素敵。十分使える。課長もうんこの尻拭いで大変なんだろうな。ワロス、全く普段は大したことないのにうんこネタだとクオリティ上がるんだなみんな。今来た何この紙すれ。うんこの退職の理由は課長が代弁してくれます。代弁だけに代弁ってか。お前本当にクオリティ高え。だから誰がうまいこと。ここはうまいこと言う人が多いすれですね。前うちの会社に残骸があったのは見た。便座の蓋の上から床までぶちまけてあった。でも犯人は謎、何よりもどうやって帰ったのか気になる。ちなみにビルの管理人さんが一生懸命掃除してた。なんでこのスレこんなに居心地がいいんだろうか。過去にクソを漏らした経験があるとか。すでに書いたが小学校低学年の時に、まあ許容範囲だよな。実は俺もあるんだ、あれは小2の時だった。下痢とかじゃなくて健康なやつを一発な。まるでトイレのよう。うまいこと言いやがって。給食配膳中にしょんべん排泄した黒歴史思い出した。それは痛いな。みんな並んでたんだぜ。でもなぜか吊るし上げにはならなかったな。汁が溢れた的なことになってうやむやに流れた気がする。みんな空気読める子でよかったな。普通ならいじめに発展してもおかしくない。ここはなんといううんこすれ。その後、一致は新しいすれを立てました。果たして、本当に辞表を出してしまったのでしょうか。人生始まった。本当は電話で済ませようと思ってたのにけじめつけようと来社した。会社着くと先に来てた先輩たちが楽しそうに話してたのに自分が来た途端あからさまに黙り寄る。びっくりパーティ計画してる予感。うんこパーティー。パーティバロス。テラポジティブ。うんこウーマン。あ、おはよう、おはよう。おはようございます。なんか言えよ、いつも昨日のドラマの途中の CM の話でも盛り上がるようなテンションじゃねえか。完璧びっくりパーティフラグ。でもさあせん、今日で退職するんで。そして全体朝礼。季節の変わり目です。体調崩さないよう気をつけていきましょう。何気ない言葉が胸に刺さる。お腹冷やしちゃってほんとすんません。そして朝礼後いよいよ課長に辞表提出。課長すみません、突然なんですけど。昨日のことか？確信ないからって何かまかけてきてんの。そんな誘導尋問引っかからねえよ。もちろん水に流してくださいことがことなだけにって言ったんだよね。ね、誰がうまいこと言えと。課長はきっとド S だな。実家の事情でちょっと続けられそうにないので、うんこくらい誰でもするんだしさ、そんなに気にしないで。って、ちょ、何ここに来てもろいっちゃってんの、なんてこったい、バレてた。まあ水に流れないこともあるってことだな。今日のクソスレ。続編あった。課長もいる。え、あ、いや、とりあえずもう少しよく考えて。はい、一応これは預かっておくから。はい、とぼとぼ、席に戻ってなってたら、また空気読めない20の雑魚さん下が絡んできやがった。昨日は災難だったすね。っていうかてめえ打ち合わせの時いなかっただろうが、なんで知ってるんだよ。昨日は災難だったすね。20歳のやついい味出してんな。ちゃんとうんこは水に流してもらえたな。もう一回うんこ漏らそうぜ。グッドアイディア。どんまいです〇〇さん、頑張りましょう。こいつさん下のくせにいいやつキャラかよ。不覚にもうるっときたわ。あ、うん、こ、ありが。作詞、これはワラス。
何これ、ワロス。やめても続けても伝説だよな。イッチって年いくつなん？ 26。 あ、ありがとう。何事もなかったように話終了。こいつその後も他の人と話してても、うんってつくたびに後ろにこつけたしやがる、小学生かよとか思ってたら、そのことで課長にマジ説教されてやんの。ざまあざまあとか言えない立場だろお前。そんなこんなでお昼休み、トイレ行ったらなんか人がちょっと集まってた。話題の中心には昨日捨てたパンツが、時間差攻撃。しかもなぜかトイレの入り口付近まで出てきてた。さすがにこれはねえだろ。まさに腐れ縁だな。ペロッコレはエッチのうんこ。バロー。なんかだんだん関係ないはずの俺が泣きたくなってきた。さっさと新しい職場作って、そこで勤務してたら、そのうち今の会社は無断欠勤でクビになるんじゃね。自分のパンツに人が集まってる隙に弁当や直行、いつも5分は並ぶのに即変えた、持ち弁当なんでサラダと野菜ジュース獲得。どう見ても嫌がらせです本当に。俺は高校で漏らしたけど持って帰ったよ。今課長から電話来てる。こんな時間にかよ。詳しく。ちょ、フラグ。俺もうんこ漏らしたのがバレたら会社辞めるわ。素敵な課長だな。続きが気になってねれん。うんこかわいいようんこ。チックショー、戻ってきた。結局会社残留決定、しかも辞めないでくれって説得されてるうちになぜか給料ちょっと上がった。別にそんな理由で辞めたいわけじゃないのに、運が向いてきたかも。まさにうんことはこのことか。誰がうまいこと言うと。給料上がって同僚に嫉妬されなきゃいいけどな。運がついてるな。とりあえずおめでとう。すげえな、よかったじゃん。給料アップしたのか？俺も来週漏らしてアップしてもらうべ。その発想はなかった。何円上がったのか気になる。うんこはダウンして、運気はアップか。やっと流れが良くなってきたな。しかし、うんこの給料を上げる権限は課長にはあるのだろうか？課長頑張ったな。パンツは掃除当番のおっさんが片付けてた。なぜかみんな拍手してた。自分も拍手送っといた。うちの会社バカす。うんこ漏らして給料上がる会社は違うな。お前の会社楽しそうだな。何の会社なんだ。うんこの会社に就職してー。お前の会社に就職するわ。自分も拍手って、お前のことだろ。それで今日飲み会だったんだけど、おつぼね的先輩の絡みが死ぬほどうざかった。謎のパンツの件、自分が犯人だと思ってるのか。〇〇さん、パンツ片付けた神災難だったわよねー。社会人にもなって自分のパンツ人に片付けさせるなんて最低ね。みたいな会話を自分にしてくる。その先輩確信犯だろ、なんて鬼畜。お前が犯人だろ。そいつの机の中にうんこ付きパンツ入れてやれ。みんなだいぶお酒も入ってきた頃、課長が暴走。そういえばさ、うんこくん、この間の打ち合わせの時うんこ漏らしたよな。ちょ、ここに来て何もろ言っちゃってんの。空気読めないのはそのピンクの水玉ネクタイだけにしてくださいよ。なんて人たちだ、無茶すぎる。俺もお前の会社に就職したい。ピンクの水玉ネクタイバロス。課長、ついに嫌がった。雑魚より空気読めなすぎ。それ聞いた周りの人たちはどんな反応してた？ひでえ。水玉ネクタイに吹いた。何言ってるんですか課長。隠さないでいいんだって、もうバレてるし。しかしうんこくんもうんこするんだな。おい、ハゲてる場合じゃないぞ課長。訴えたらハゲ課長からただのハゲにクラスダウンするってこと知っとけよ。課長弾けすぎ。課長空気読めなさすぎ。相変わらずテンション高いな。やっぱり噂は本当だったんすか？違うって岩下くん。前もいい加減空気読め予算したが、お前だけ本名出すぞい。名字出てる。岩下。岩下。岩下、おま。岩下空気読め。課長も突っ込みたくてしょうがなかったんだな。てら岩下。まあそこまで否定するならみんな追求するのはやめような。チックソー、なんか私が負けたみたいな雰囲気で締めてんじゃねえ。そして岩下、ウコン頼んでんじゃねえよ。ウコン、ウコン、ウコン増えた。岩下絶好調だな。岩下がどこまでも低レベルな嫌がらせを。岩下テラウコン。岩下のなんという空気の読み。そんなこんなで飲み会終了。二次会は若いメンバーでカラオケだったけど、正直な話ちょっとうんこしたかったんでおいとましてきた。またうんこかよ。若くないんだ。お前どこまで。して、今日のうんこ報告は？勘弁に頼む。今日は普通だ。うんこもう会社名さらしてよ。みんなで入社するから。テラウマルコウ。ちなみに昨日の電話は課長の辞めないでって説得だった。その時給料ちょいアップイベントがあった。君がいればうちの会社に運がついてくるんだよ。課長いい人だな。説得しといて大カミングアウトとか課長何してんの？うんこの笑いのセンスに脱帽。明日は休みだし岩下にアンカメールすればいいんじゃに？このうんこは何を言ってるんだ。その発想はなかったわ。お前も好きだな。やんねえよ、解散しろー。こそったれー。きっくそー。俺のときめきを返せー。ちょ、お疲れ様でした、きっくそー。
まあ、ぶっちゃけ会社で漏らしたの二度目だったんで比較的傷は浅かったんだけどね。ちょ、一回目詳しく。終わった、クソアロタ。いきなり新展開。うんこ、どんだけ会社に迷惑かけてんだよ。何やってんだ。こいつ、うんこができる。一回漏らしたことあるんだったら、もっと気をつけられただろ。ここで新たなカミングアウト。常習犯かよ。常習犯。なんというネタバラシ。セカンドインパクト。誰がうまい？三回目に期待。いかがでしたか？結局、一致は会社に残ることにしたようです。飲み会の場では話題に挙げられてしまいましたが、何のことかわからないという態度を貫き通しました。皆さんも、お腹の調子が悪い時は我慢せずに早めにトイレに行きましょうね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。